はい、第7ラウンドね、第7ラウンド、泣いた、今日泣いた、この人、雪質、雪質予想をしていこうかなと思います、と、足ヶ岳、ホイトピア、昼間の光景が見えてますね。あっちが高須のパークです。今日が1月、あっとるわ、1月5日、金曜日、12時20何分です。じゃあ、早速、雪質見てくださいね。今日ね、気温、まあ、高い方だよ。何度だろう、わからん。まあ、そこが一番ガリガリになりやすいから、あ、これがね、ナイターの頂上です。はい。第2ラウンド、夜ラインだね。こっちはダイナー行けません。あ、ナイター行けません。はい、行きますね。まあ、パウダーに見えるかもしれんけど、気温が高めです。うん、こんな感じ。餃子になるじゃん、ほら。餃子になるでしょ。だから、高めです。だから、ナイターは冷えるから、このちょっと溶けた雪が、そのまま固まるから、ちょっと硬いですよ。うん。ナイターになると、ナイター始まってはすぐは、削りやすいと思います。ただ、10時、11時になると、まあ、カチカチだよね。だから、ケツパッドはいりますよ。うん。ということで、今日は僕は、夜勤があるんで、帰ります。ちょっと。夜勤があるんで、帰りますね。ダウンヒルコースね。で、途中で、ダイナの、コースは、こっちのね、乙女コースに入りますんで、キッカーとか。あ、乙女コースにキッカーまだないな。はい。ということで、高須ダイナスキースノーボード専門チャンネル、よろしくお願いします。ダイナバイチル。